皆さんこんにちは、ババロアの館へようこそ。みんです。 Day 2ということで、ホワイトドア2日目やっていきたいと思います。ロバート、起きる時間だよ。おはよう。さあ今日のスケジュールを見ていきましょう。いつもと同じ感じかな。朝食、身だしなみ、診察ってことで、まず朝食ですね。ドーナツ好きなあなた。おはようございます。全部飲んでしまいましょう。ドーナツは好きだって書いてあったね。ちょっと今音うるさかった。大丈夫かな。じゃあ次、身だしなみ。歯を磨いて、次お水を出して顔を洗います。拭くのか。そうかそうか。準備完了。で次、診察、記憶トレーニング。診察いきます。こっち、これブズズズって書いてあるのかな。ロバート、こんにちは。よく眠れましたか。診察の時間です。年はいくつですか。ちょっと待って、確認させて。知らんけど、38とかにしておく？あ、違うと。じゃ34とか。あえての32。どっかにあるかな？寝る時間ではないって言われる。この人年齢なんて言ってた？言ってたっけ？トイ汚ねえな。流せや。他にあったっけ？何歳？あ、てか、こんな箱、テープが貼ってある。開けられないの？ハサミがない？てか、診察に来てもらってて。あ、睡眠不足らしい。全然見てなかったけど、この人の年齢がわからないんですけれども。わからねえ。41？ 合ってたん！お気に入りのカフェの名前は、なんかあったっけ。私の記憶の中にお気に入りのカフェの名前とか、ジョンソンバードフードなのかな。違うか。ここが3文字で、これカフェでしょ。他にわかるもんないかな。なんだろう、これ、シュガー。あ、カフェ！オールネスト。オールネストですって。オールネスト。オール、ネスト。働いていた会社の、噛んだ。働いていた会社の名前は、ジョンソン。ジョンソン。わからん。ジョンソン？あれ？あれ？ジョンソン？いい？違うわ。どうしよう。もう一回見に行かなきゃ。長いスペルは覚えらんないて。ジョン、あ、S が2個。了解です。私の記憶がね、やばそうだな。S が2個？こうだったっけ？夕食に、音うるさくね。夕食に何が食べたいですか？ピザ、ポテト、スープ。私だったらとりあえずピザ行っとこう。ロバート、これで終わりです。これ夕食ピザになるのかな。経過は順調ですよ。順調だって。やった、めっちゃ時間が進んで。次3時、記憶トレーニング。これですね、私の苦手なやつ。テストを始めますか。はい。これはドーナツが食べかけになってる感じ。あ、この出っ張ってるのを覚える感じ。下、左、上。下、左、上。右、下、上。え！え！え！待って待って。なにこれ？何をやるの？あ、これを、これか、同じやつを見つける系？え？どういうこと？どういうこと？
どうしよう。これ正解、エンターキーを押してください。仲間外れを見つけろってことか。これか。待てよ。これは植木鉢で、こっちは花で、これじゃないの。あ、間違えた。これで、あ、さっき間違えて押しちゃっただけじゃん。また最初からってそうじゃないよ。で、これはね、これが仲間外れ。これは、あ、間違えた。違うんだよ。ここのボタンと、この上のエンターキーを間違えちゃうんだって。もしかしたらもうここは早送りになっているかな？で、これ下でしょ？で、これはこう。これはこの下。なんだこれ？これだな。右、この子でしょ？お、テストが終了！テストってそんな時間かかるもん？今一気にさ、6時になったよね。で、テスト終わったら、夕食、これですね。座って食べてください。じゃあ、ピザね。ちょっとだけ最初、ジュース飲んで。ピザ、おー！ナイスカット。はは！次、ピザをいただきましょう。お薬飲んで。ピザは好きだ。私も好きです。夕食にね、2時間もかける男。では、8時になったので、娯楽タイムですね。あ、ね、この人さっきからトイレ行ってなくない？汚ねえな。マジで流せ。で、次、娯楽。8時以降のみ。今8時だと思うんですけれども。うん、娯楽、行きましょう。あ、てかさ、これ、この包み、開けたいんだけれど、あ、卓球。初ですね。卓球。え？あ、そんな感じ？私が動かすのね。4。また10回かな？ 6。7。8。9。10。俺、才能あるな。かもしれん。あ、もうやんないでいいの？もう終わりでいい？じゃ、しまっておいて、寝る時間だ。じゃ、寝る前にね、もう一度トイレを行きましょう。すげえ、うんこすんじゃん。よし、じゃあね、寝ましょう。おやすみなさーい。鳥の餌。I was driving to work. 俺は仕事に向かっていた。I turned off the radio. The music reminded me of her. ラジオを消した。音楽が彼女を思い出させたから。こう？こっちか。え？ I had to stay focused on the road. 道路に集中しなければいけない。そうだよ。どうした？ I stopped for a red light. A beggar walked up to the car. 赤信号で止まった。一人の物乞いが近づいてきた。車の窓を開けた。車の窓を開けた。I gave her a coin. 彼女にコインをあげた。どうぞ。The light turned green. 青信号になった。I was already late. I had to hurry. すでに仕事に遅刻していた。急ぐ必要があった。おう、動ける。自分で動かせるけれども、これ、どこまでやるの？これ、ブーンって、ブーンってできない感じ？おー。ど真ん中走ってるけど、これ、大丈夫な？すぐ戻っちゃうんだよね、真ん中に。ちょ、怖くない？こっち？どこまで進むの？もしかしてずーっとぐるぐるしてる感じ？え、ちょっと待ってよ。どこまで行くん？ちょっと待って。一旦ストップ。どうなっている？どうなっている？続けるでいいんか？I was already late. I had to hurry.
同じ。すでに仕事に遅刻していた。急ぐ必要があった。んで、ここでどうなるんだい？ずーっと車線を左にいれば、あっちは右か。あっちは右車線だっけ？やべ、私免許持ってないからさ。どうにもできないんだけど。え、またこれであの長い時間、ちょっとかかる感じ？それか、蛇行運転してれば、物語が進むとか、そんな感じ？一方通行、ブンブンブーン。え、なんか音もなくなったんだけど。どうしたらいいの、これ。急ぐ必要があったのはわかる。あ、ここで止まるんだ。え、さっき。Black smoke rose from the chimneys. 煙突から黒い煙が立ち上った。さっきの車マジで謎だね。ここに入っていくのかな？ピンポーン。オープンザドア！違うか。黒い煙が立ち上って、おー、なるほど。I walked up to the front door. 俺は入り口に向かって歩いた。こっちですね。The doors were locked. ドアには鍵がかかっていた。I entered the code. ね、こんなんバレバレじゃん。泥棒誰でも入れるよ。3461。You are late. Come in.遅刻だ。入れ。呆れられてんじゃん。ドアを開けた。こっちでいいのかな？この赤いのとかは調べないでいい。これどっかに、なんかロッカーない？煙はもう立ち上らない。この辺とか。うわ、怒られるんじゃないの？ My boss tightened his tie. ボスはネクタイを締め直した。キュッ。Hill, you are late. Go to your station.遅刻だぞ。部署にさっさと行けって怒られてるね。ベルトコンベアですか？これを乗せると。違うの？これか。これを、こう？こう？こう？あーはー。私こういうの好きよ。え、でもさ、これってさ、いいのかな？上からこうやって入れていく感じでいいのかな？あ、同じものは同じところにって感じ？どうしよう、謎。トウモロコシこっち、トウモロコシこっち、トウモロコシこっち、なんか、カルテこっち、カルテこっち、クッキー、ビスケットかな、これ。こうで、こうで、こうで、違う？そもそものゲームの趣旨が違うと感じ？ちょっと日本語もちょっとわかんなくなってきたな。危ういぞ。バカには理解しがたいやつ。お、2! 2! あ、はぁ、あ、はぁはぁ、3ってここってこと？え？ 1! ここに入れる。ここに入れる。ここに入れる。え？流しちゃっていい？あ、嘘。え、手が入ってる。手？怪我した？手って何？めっちゃ気になる。今度これは、あ、丸だからこれか。結局さっきのビスケットとかトウモロコシよくわからんかったな。お、1個目クリア。次は四角かな？あ、違う。丸ですね。すいませんね。はい。あれ？あれ？正解？あ、じゃあ四角と丸でいいってことか。ほい。正解ね。オッケーオッケーオッケー。やばいじゃん。ちょっとね、ボタンを押さないでください。ボタン押さないでくださいって言うけど、これ押さなきゃ進めないし、押してくださいの振りじゃない？あ、やってしまった。逃げろ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 。悪いことしちゃったぞ。逃げるんだ君は。え、もう一回止めないで平気。あ、やべ、怒られるかな。My boss pulled his helmet down. ボスはヘルメットを深くかぶった。そうだ、危ないことが起きてるのかもしれないからね。はい。You are fired. Get your stuff. お前はクビだ。荷物をまとめろ。待って。あ、じゃあ、君の荷物は多分この辺じゃないか？
これか。これ適当に持っていけばいいのかな。これは？あ、これこの写真、さっきのじゃねえや。なんかカフェで話してた人かな。逃げますか。クビになっちゃったんでね、帰りましょう。3日目。3日目？はあ、そっか、そういうことか。どんどんね、ゲームにのめり込んでってしまうみたいなことが書いてあったんですよ。なるほど、こういう感じね、っていう風にちょっと身をもって体験した感じ。じゃあ皆さんにちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、もう3日目になってる。もう3日目。はあ、まあ、どんどんこの人の過去が明らかになってくって感じではあるんですけれども、結構やらかしてんなこいつ。ボタンを押さないでください。めちゃめちゃがっつり押してたからね。お前はクビだって。もうそれはしょうがないわね。ということで、次回またいつもの生活をして、ロバートがどんな風にまたやらかしていくのかっていうのを見ていきたいと思います。結構ね、うんこ流さないからね、この子ね。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。